ハンカフザ。タイの僧侶座禅とは、仏教で姿勢を正して座った状態で、精神統一を行う禅の基本的な修行法。座が正式だが東洋漢字から外れたため座禅とも書く。座禅の持つ意味や目的の解釈は、禅宗でも思想により、流儀が分かれる。公安の解決により検証しようとする臨在宗は、公安の回答を探求しつつ座る、神奈禅の立場を取る。 これに対し、総統州は座ること自体に集中する、目正禅の立場により、日本総統州の祖、道元は、ただひたすら座ることに打ち込む、主観打座を唱えた。北曹時代に、目正禅と、神奈禅は、理論的に激しく対立し、この対象は、厳密には、現代の日本にまで継続している。座禅の風景、明神寺ヨーロッパ臨在禅センターの、 座禅教作現代の初就門の説明する禅の方法は、相当集では、免壁し臨在集では壁を背にして座るなど、就門、座禅義によって差異がある。概ね調べみ、超足超身という三つの段階からなる。座る際には、座バのお尻の下に敷く。座バのに腰を下ろし、膝を床につける程度に浅く、足を組む。一回の座禅は、 一種を単位として行う。集中が乱れてくると姿勢が前かがみになるという。寺院においては、座禅を行う者の背後に、自家道と呼ばれる監督者が巡回し、姿勢の崩れた者の肩を強作で打ち警告を与える。水気が出た場合は、身を揺らし、あるいは目を張るべし。未だ冷めざる時は、手を引いて、目を拭い、あるいは身を増すべし。 また一仕事に畳から降り、左方にのっとり騒動周囲の廊下をしばらく歩行して体の凝りを取り眠気を払う。これを近貧と呼ぶ。医学上、座禅中は呼吸がゆっくりになることが観察されている。この呼吸数の低下はエネルギー代謝の低下を示すものであり、脳波の変化とともに脳の活動水準の低下が原因と考えられている。 近貧や座禅前後の深呼吸は、座禅中に生じた酸素不足を効果的に解消する。禅宗寺院での座禅は、騒動内で行われるが、流儀によりにはなど屋外でも行われ、そのための座禅席を庭園に配した寺院もある。また夜座と称し、夜間に座禅を行う道場もある。さらに座るだけとは限らずるになる概念として、立禅や道禅、歩行禅、近貧などがある。 さらに日常生活すべてを修行とする、相統集では、清掃はじめ、業務一切が、道の座禅であるという。現存する座禅の心構えや意義、方法を記した、最も古いものが、雲門集の長足集の表した、前園審議に収められる、座禅儀であり、乱敬道高や、道元も座禅儀を書く上で手本にしたとされる。 さらなる研究のための基本となる古典的資料としては以下のものがある。日本での座禅は宗教、宗派とは無関係に精神鍛錬として認識され、寺などで僧が監視している中で座禅を行う形を取る修行体験を一般の人々向けに言っている。黙想瞑想するのではなく自我を極力排除して自我以外の存在を全感覚で 受動的に感じ取ることによって、自我以外の存在に縁取られた、自我自体の認識へと立ち戻る、という精神性を持っている。仏教の空、無の境地、日本の神道の精神ともつながりがある。通常の生活の場でも座禅を行うことはできるが、寺などの静寂な場で行う方が、より効果が上がる。ただし、本来の座禅は講義には収容。 鍛錬の意味合いも持つが、単純に精神収容や鍛錬を目的としたものではない。各地に座禅会を開催し、一般信徒に座禅を主導している寺院がある。また、臨在、大幕衆と総統衆はいずれも公式サイトにおいて正しい座禅の仕方や、座禅会の開催情報を提供している。ありがとうございます。